先日第2高等学校は、熊本県熊本市東区東町3丁目にある、公立高等学校。略称は、第2、2校、熊本2校。歴史1962年、熊本城二の丸に開校。1968年、現在の東町に移転。2012年に、創立50周年を迎えた。設置過程。 学科全日制家庭普通科、理数科、美術科普通科クラスは1から8組、理数科のクラスは S 組、美術科のクラスは A 組と呼ばれている。三高領交渉高花でもある、林道を意象化した中央に、高の文字を配する。高科作詞は上田秀夫、作曲は井出田賢治による。3番まであり、各番とも第2高校で終わる。 制服夏服交渉入りの白の半袖シャツと夏用の黒の学生ズボンを着用。中間服交渉入りの白の長袖シャツと黒の学生ズボンを着用。なお、ズボンについては夏服、冬服のどちらでも良い。冬服黒爪入りの学生服に交渉入りの金ボタンを着用。夏服水色丸襟の半袖のブラウス、紺のプリーツスカートを着用。 スカートにはうっすらとチェック柄が入っている。中間服水色丸襟の長袖のブラウスにあでやかなリボン、コンプリーンツスカートを着用。冬服中間服の上にスカート同色の襟なしブレザーを着用。スカート同様、ブレザーにもうっすらとチェック柄が入っている。s s h 指定校としての活動を2003年に文部科学省が推進する。 スーパーサイエンスハイスクール事業の指定校となる。その際の支給金で理科活動を数多く行い、ノーベル科学賞受賞者の白川秀樹や青色 LED 開発者の中村修二による講演会の主催、さらに関東での研修で茨城県つくば市にある諸研究機関の見学を行っている。同窓会、林道会と称している。東京に支部を置いている。 姉妹校モンタナ州ビックス会高校毎年前期と,と後期の中休みである秋休みに10日間ほどかけてビックス会校への短期研修が行われる各教科の学習状況部活動同好会ありがとうございます